111丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズクコロナの111丁目とルーズベルトアベニューの交差点に位置し、7系統が終日停車する。駅の上を通過する急行線駅は1925年10月13日に開業アルバーティスアベニュー駅との間でシャトル列車の運行がなされていた。シャトル列車は マンハッタン行きの線路を使用して運行された。1927年5月7日には、ウィレッツ、ポイントブールバード駅まで、1928年1月21日には、現在の終点であるフラッシング、メインストリート駅まで延伸された。駅のホームは1955年から1956年に、かけて11行編成の列車に対応するために、延長工事を行った。 この駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線と引っ込め線2線を備えた2面5線の駅である。急行線は他の4線よりも高い位置にある。中央の2線は旅客列車の入線はなくコロナ車両基地への引っ込め線として使用されている。そのためコロナ車両基地へ改装するために当駅止まりとなっている列車もある。 この駅のように急行線が他の線路より高い位置を通過する構造の駅は19世紀から20世紀にかけて開業した IRT の高架駅では一般的な構造であった。しかし、この駅の北側では車両基地への分岐線があるために他の駅では見られない珍しい配線をしている。駅から北へ向かうとまず引っ込め線が南北観光線と接続する。 その後、急行線が降下してくると反対に、北高観光線が上昇する。その後、引っ込め線は一線が本線方向へと分かれた後に、北高観光線の下を通り車両基地へと分かれ、最後に、南行観光線が上昇し南北観光線と、急行線、引っ込め線からの一線が、同じ高さで複々線となりめィレッツポイント駅へと続く。この駅には、 北高ホームの南端を除いて外壁があり、北高ホーム南端は代わりに高いフェンスがある。また、屋根の支持方法は、フラッシング線では珍しく、BMT 東部地区で見ることができる形態となっている。改札外とホームを結ぶ階段は木製で、改札口の床はコンクリート製である。また、改札内で南北ホームを行き来することも可能である。ホームには黒字に白で、 1 1 1スス Street と書かれた駅名標があるほか、ホールオブサイエンスと書かれた5ブロック先にあるニューヨークホールオブサイエンスの案内看板もある。ありがとうございます。